男子サッカー韓国代表を率いる新監督に、元ポルトガル代表監督であるパウロ・ベント氏が選任された。大韓サッカー協会が公式発表した。大韓サッカー協会国家代表チーム監督選任委員会のキムパンゴン委員長は17日午前、ソウル市内で記者会見を開き、 A 代表司令等にパウロ・ベント監督を選任したと明らかにした。任期は2022年のカタールワールドカップまでで、ベント監督と共にするコーチ陣全体を受け入れることが条件だ。ベント監督は現役時代、守備型 MF として活躍。ポルトガル代表で2002日間ワールドカップに出場し、 組別リーグで韓国と対戦した経験を持つ。指導者に転身後も祖国ポルトガルで経験を積んだ。ベント監督は2004年、現役最後のクラブチームだったスポルティングクルーベでポルトガルのユースを指揮する形で指導者デビューした。その後、2005年からの4年間、スポルティングのトップチームを率い、 ポルトガル FA カップ優勝2回、リーグカップ準優勝2回、スーパーカップ優勝2回など優れた成果を出した。特に、トーナメント戦や短期戦に強い印象を残している。2010年からポルトガル A 代表の指揮棒を握り、果敢な世代交代を断行した、ユーロ2012ではベスト4に進出。その後、 2014ブラジルワールドカップでもチームを引っ張ったが、グミ別リーグ1勝1敗1分3位に終わり、決勝トーナメント進出に失敗した。しばらく空白期を設けたベント監督は2016年、ブラジルクルゼーロの監督に赴任し、一戦に復帰した。しかし、成績不振により3ヶ月で解任。 同年8月にギリシャの名門オリンピアコスの監督に就任するも、翌年3月、チームを離れた。成績はそれほど悪くなかったが、現地メディアは当時、チーム内に摩擦があったと報道した。そして、昨年12月からは中国のスーパーリーグ、重慶東大力ホアシタマクラブの監督に就任。だが、 シーズン15試合で5勝8敗2分と低調な成績に終わり、解任される形となった。近頃は顕著な成果を出せていないことは否めないが、世界サッカー界内での韓国の地位と現実を勘案すれば、それほど悪くないネームバリューである。監督選考で大韓サッカー協会は、ワールドカップ地域予選の通過経験を持つ、 大陸カップ大会の優勝経験がある、世界的レベルのリーグで優勝経験がある指導者という基準を立てており、それなりに符合する。長くはないが中国で生活した経験もあり、アジアの環境とアジアサッカーの理解度という側面でも高い点数を受けたとみられる。